それじゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。今回はですね、左に突っ込まない、踏み込まない、まあ踏み込みですね。そうですね。はい。まあ前回の動画で、ドライバーが僕得意になった理由っていうのを紹介したんですけど、まあそこで左に踏み込むのをやめたって話をしたんですよ。はいはい。まあその結果ドライバーがしっかりまあインサイドからアッパーに入るようになって。安定なフェードも打てるようになったし、ドローももちろん打てるようになった。で、まあドライバーが非常に得意なんだという話をしてるんですけれども、まあジョークもね、左に突っ込む節が、そうですね、ありますね。まあこれは昔からやってるゴルファーはもう癖だったんで、そう結構直すの大変でしたけどね。ですね。まあこれをちょっとね、まあ皆さんにシェアしていこうということで、まあいろんな意識のポイントがありますので、まあそこを簡単にまとめた内容をちょっと今回は動画に撮影して届けていこうと思います。はい。それでは早速。やってまいりましょう。よし、それじゃあ早速やっていきます。お願いします。じゃあまず1回打ってみましょうか。OK です。はい。とまあこんな感じですかね。最近はこんな感じだと。そうですね。まあちょっと前よりかはなんか気持ち曲がり出したんですよね。まあ今のも実はね、若干まだ左突っ込んでて。今のですか？今のでも実はまあ前よりは残るようになったけどね、それでもまだ突っ込んでると。はい。どこで結局突っ込むんですか？これね、どこかっていうと、まあこれね、突っ込むっていうとこうほとんどの人が連想するのってこういくんじゃないのって思うね。多分視聴者さんもジョーもそう思うでしょ。こうなってるみたいな。だから絵撮って見てみてもいやいや普通に残ってますけど、ビハインドしてますけどみたいなって思うんだけど、実はこれ突っ込んでる場所どこかっていうとこの瞬間なの。あ、そう。この踏み込みは冒頭でも話したけど、踏み込んだらもう突っ込んでるのよ。だって今のでも正直、まあ、打った後こう右足に最初乗ってる感覚あるんで、まあなんか別にその僕らが思う突っ込みはしてない。そうって思うよね。そう。だから今のは若干左にウェイトシフトで踏んでそこから残ってるのね。だから結果こうなってるけど、これだとちょっとアッパーっていうか明治の大砲みたいな感じになっちゃう。本来ちゃんと右に残ったまま回転してくると逆に最後前出てくる。フィニッシュであんまこんなふうにはならないのよね。こうのコースはね。そう。これも明治の大砲スイングだということなんですよ。そういうことです。そう。だからまあ僕が言う突っ込んでる。まあ踏み込むなってのはこういうことなの。最初、本当に最初。ああ、もう、で、これ、でももう、それが一般的じゃなかったですか？そう、それが一般的だった。だから、こうの、パーンっていってそう。一般的なのよ。でまあ実際今の PGA ツアーとかね、日本人選手でもこれやってる人多いです。まあちょいちょい、はい、ですけど。ね。そういう人たちはやっぱアームローテーションで打ってるっていうのが一つと、もう一つだけね、違う特徴があるのよ。それ何かっていうと、踏み込んだ時に、まあバンプってある。で腰の動き、要は頭の位置とか肩の位置は変わってないのよ。ちゃんとできてる人はちゃんとこういう状態、こっちは引っ張られてないのね。でもほとんどのアマチュアゴルフは僕もそうだったし、僕もそうですね、ジョーもそうだけど引っ張られてる。そう、引っ張られてる。これが突っ込みってことだ。ただまあ左に踏み込んでもいいんだけど、その場合はもう上で背中側、そう、胸から上はもうこの位置のままそう引っ張っていく。それなら OK。めちゃむずいよ。むずいっすね。今このゆっくりこうやる動きですらちょっとこうそう行きたくなるでしょ。ついてきたくなるし、分離しなきゃダメだから。そうですね。そんなことしてる間にクラブ降りてきちゃうし、今からそれやってたらそれこそプロになる前に終わっちゃうから。そうですねやめた方がいいんですよ。だからアマチュアゴルファーにしてはもう特におすすめしないの。だから僕左に踏み込むなっていう。自分もそれ無理だから左に踏み込むのをやめたわけ。はい。じゃあもうどういう意識をすればいいかっていうと、もう単純右に踏み込むぐらいのイメージです。右に踏み込む。そう、右足側に一旦踏み込むぐらいのイメージです。こういう感じですか。そうです。ただし、まあ、この気をつけなきゃいけないのは、この右足に踏み込むってよくみんなやっちゃうのがってなったら意味ないのよね。こうなっちゃったら。だからしっかりと捻転してる状態から、回転してる状態から右側に体重乗ってるけど、しっかりその分左側は引っ張っていかないとちゃんと回ってこれないので、しっかり回して、そうそう、そっちの動き、左に引っ張りつつ右足踏むイメージ。そうです。で、あと僕が個人的に意識してるのは、これもイメージ。僕はここ首筋、左の首筋、ここ意識してます。もう僕ね、結構ね、まあ、僕ここら辺に結構意識すること多くて、スイング中。まあ、人にもそれ結構伝えるんですけど、頭とかって僕あんまり言わないの。言ったことないじゃん。で、首筋とかたまに言うんだよね。首筋の位置ちょっと動かさないようにしてとか。これなんでかっていうと、まあ、ここってね、やっぱり動いてるかどうか自分で分かんないんだけど、ここって動いてるの分かんのよ。で、この位置ってある程度意識しやすい場所なのね。なので、この位置を動かさないように切り返そうとすると、まあ、自然にこっち側に入るイメージが多分できると思う。ああ、確かに。できるでしょ。こっちの方が感覚的に分かりやすいですね。右に勝手に踏み込めるでしょ。そうそうそう。右踏むだけだとちょっと多分こうなりやすい。そう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 。意識した瞬間になんか自然とバッて右側に踏めるって感じになるでしょ。まあだからこっちの意識をして、まあ右に踏み込むっていう表現をしてるんですけど、これもどっちでもいい。右にもう無理やりこう持ってってもいいし、最初は。まあそれかも今言ったようにこの首筋、僕らみたいに意識してこうやってやってみるし。ただこれだけでできます。はい。一回ちょっとやってみます。こういう感じ。そう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 。お、今のとか良くないですか。今いいね。で、そっちの方が反り返らないでしょ。なんかさっきもちょっとこっち極端になるとこういう感じ。こういってこうだったんで、今のとかちょっとほぼまっすぐのようなイメージはあるんですよね。ちょっと下半身回りきってないで、まあ、途中で止まっちゃってるけど。まあ、つまりこういうことで、結構この話するとアマチュアゴルファーの方めちゃくちゃ多いのが「いや大砲スイングに絶対になるやん」とか「ダフるやん」とか、そういったイメージ持たれるんですよ。で、一回ちょっとそれ説明しようか。まあ、例えばですけど、まあもちろんね、このままこんなふうに打ってたら大砲スイングだったりとか、本当にダフったりします。で、この状態でただこういう感じだったりとかするんですけども。まず、まあ明治の大砲スイングってどういう感じかっていうと、こう反りが上がる動きよね。これはさっきも言ったように、ちょっと左にシフトが入ってから右側に残ったりすると起こります。こういう状態。もう腰痛めます。はい。だからまあ少しでも左に行ったら逆になっちゃう。一つ。で、もう一つは回転不足であったりとか、右膝が前に出る動きですね。いくらここで首の位置が残っても、右膝がこう前に出る動きとかをすると、このように。後ろ側に残ってしまうので、まあ、これもまた大砲スイングの一つになってしまうし、まあ、良くないと。で、しっかりとここから、まあ、これはもういつもやつですね、左を引く、この動きをしながら残ってくると回転がしっかり入ってくるので、結論からすると最終的にここまでずっと重心が右に残ってる感じになりますけど、ここから引っ張られても行くとこなくなるんで、勝手に足上がって前に出てくるんですよ。なので、しっかり回転ができれば、まあ、結論としてはちゃんと左に乗ってくる、まあ、回ったら回った分だけ左に乗るっていう感じになります。ちなみにダフる時ですね。ダフる時って別に右肩が下がったからダフるとかじゃないんですよ。基本的に肩っていうのは回転すれば下がるんで、前傾してるから。どういうことかっていうと、ダフる理由っていうのは右に乗ったからダフるんじゃなくて、右に乗った時に回転してないことによって間に合わないんで手首を戻しますよね。このアーリーリリースでダフるんですよ。よく右肩が下がる、右に体重が残るとダフるってみんな言いますけど、これはもうある種の勘違いで、右に乗って回転が妨げられて間に合わないから手首をほどいたからダフったなの。極端な話、どんだけでも手首ほどかなければダフらないんですよ。極端な話。球はまっすぐ飛ばないですけどね。らちゃんと重心が残った状態で回転すればハンドファーストはキープできるので勝手に、絶対ダフらないでうまく打てるようになるんで、必ず左に行かない、最初のダウンスイングでこっちに行かない、もう1センチでも行ったら終わりだと思って、はい、うん、視聴者さんの皆様もこっちに1センチでも行ったら終わり、もう構えたら残して打っていく。でちゃんと腰が切れれば今みたいに僕みたいに最後スッとフィニッシュまで入ってくるんで、でまあこれを見て例えば大砲やんってならないでしょ、確かに見えないでしょ大砲には、はい、ってなってくるんで、まあ、これをちょっと意識してやってほしいと。うん、おお、うん、その感じその感じ。今ね左に出てない下半身。マジっすか。うん。これぐらい。今めちゃいい動きしてる。で結構やっぱ左回さないといけないですね。この右に、うん、でこう行かないのと一緒に、まあ左行かないとちょっと右踏むっていうの、うん、プラス結構ここ。僕の中では回さないと。そう回さないと回れ、まあこの回転が詰まって絶対。右重心で打っちゃうから重心でこうキャスティングして打っちゃうから必ず回さなあかん。でこれって、まあ、こうテイクバックでしっかりこう回転したらちょっとこっち乗るじゃないですか、うん、これを押し返すってイメージじゃダメなんですか。首筋でいいと思うけどね。ああ、うん、でちょっと回転する意識多め、うん、うん、確かにそうですね、うん、そこが動かんようにっていう方が多分下はスムーズに動くからフリーに、めっちゃめっちゃ回ったっす、動いたでしょ下が、そう勝手に足飛んだし、はあ、あんま下で動かすっていう意識はしん方がいいかなとは思うけどね、うん、ちょっとそうですね、この首が一番ハマったっすね、うん、ね、そうでしょ、はい、僕も結局そうやってなんかいろいろ回り道でそこに落ち着いたのよ、うん、僕自身もね、そうですね、うん、まあまあみんなこれを見てる皆さんも直でまあここそうそうもうと回り道、そう回り道しんくていい。だから結局僕と一緒、今の流れと一緒で、そうこの首イメージにいくかなっていう。あ、最初にここ一番だったってなるから。そうですね。まああれだったらいろいろやってみてですね、今の僕みたいに。まあそうだね。うん、試してみて、まあちょっと結論出してもらえればと、はい思います。さあ皆様いかがでしょうか。まあジョーも落ち着いたね。そうですね、落ち着いたですね。まあ今の時間で落ち着いてよかったですが、これからの悩みよりそうやね。はい。そう。まあ本当にねこの首筋ってのはまたちょっと僕も研究しておきますけど、はいはい、まあ結構僕昔から言うんですよ。でも頭の高さ意識する時とかも、まあ本来頭の高さって意識しないんだけど、やっぱそれでもね意識しなきゃいけないことはあるんで。はいはい、その時瀬戸さんによく僕頭の高さを変えるなというか首筋の高さを変えるなとか頸椎の位置を意識しろとか、まあそこをしてまあやっぱ視点なんで回転の要は体の視点になる場所なんで、まあここが動かないことによっても体も機能的に動く。そうですね、うん、僕も結構首って初めて意識したんですけどすごい感じやすいですね、うん、そうでしょ、なんか意識が入りやすいでしょ、はい、まあやっぱ神経が通ってるとまあ神経が集まってる場所なんで、うん、まあそういった意味でもなんかそういう効果があるのかなとは思うんですけど、ぜひねこれはまあ、他の動画でもまた出してくるかもわかんないけど、まあ、視聴者の皆さんも、まあ、ジョーもしっかりと意識してやってもらえれば、はい、必ずいい結果をもたらすと思いますので、ね、はい、ぜひ頑張ってください。まあ今回の動画、以上となりますが、簡単にまとめると、まあ、左に踏み込むなということですね。左に踏み込む時代はもう終わったと。そうですね、はい、そういう感じです。はい、僕は終わりました今。皆さんも終わらせてください。その時代は終わらせてください。まあ実際悪いわけじゃないんですけど、僕はやっぱ難しいと思う、はい、うん、再現性が非常に下がる。そうですね、うん、それこそどうだろう、この動きができればダンプ1杯打たなあかんかった量が、まあ、極端に効率よく、まあ、100球ぐらいするみたいな感じなんでね、覚えちゃえば効率は絶対よくなる。うんまあ、ぜひね、この練習皆さんも頑張って意識して、まあ、とにかくこの首筋、はい、左側3つそう、まあ、あとはバックスイングでちゃんとね回ってないとこれお話にならないんで、そうです、うん、そこは注意してやってみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。感覚共有最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、あなたへのおすすめの動画はこちらです。また見てねー。バイバーイ。